はい、こんにちは。ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますレンズは、ザ・ライカレンズという感じの、有名なレンズですね。ズミクロン 35mm の8枚玉になりますね。その中でも、初期に作られたタイプでして、この後ろのですね、マウントが M マウントなんですけれども、その M マウントのアダプターをですね、ここのちっちゃい芋ネジを外すとですね、これが外せてスクリューマウントになるという、初期型のみのバリエーションになっておりますね。はい。ということで、ズミクロン50、ズミクロンの 35mmF2 で、シリアルが1630557ですので、ですね、1958年ですね、の製造のドイツ製、ドイツものですね、ズミクロン 35mmLM 両用タイプの8枚玉ということになります。はい。では、外観から見ていきます。外観はですね、眼科、ご覧の通りですね、やや、こう、擦れ傷のある、使用感のある状態ですね。ひどい当たりへこみというものはないんですけれども、こういったところにですね、ちょっと、目に入る傷がちょこちょことありますね。ぶつけたりとかですね、本当落下して歪んだりとかですね、まあ、ご覧の通り落下して歪んだりした跡はないですね。はい。まあ、フィールドで結構使い込んだのかなという感じの使用感はありますけれども、おおむね中古相応の、状態であるかなという感じです。はい。素材の劣化とかですね、錆とか腐食はないですね。マウント部もご覧の通り綺麗です。はい。外す芋ネジもですね、舐めたりせずにきっちり止まってますね。はい。一回外して、スクリーンマウントにしてみてもありますけれども、それは写真でご覧いただければと思います。動画でこれ外しちゃってなくしちゃったりすると困るんで、はい。ここではやらないんですけれども、一回外してもちろん確認してあります。はい。で、レンズですけれども、レンズはですね、前玉、後ろ玉ともにですね、擦れ傷、引っかき傷、コーティングの剥離などない綺麗な状態ですね。中玉にも曇りとかカビとか、バルサム切れはないですね。ただですね、こう、全く見えませんけれども、整備業者様によるとですね、中玉にちょっと拭いた跡がありますね、ということでしたね。はい。もちろん肉眼で全然見えないので、画質には全く影響ないのでご安心いただければです。はい。絞りも、油の乗りなくスムーズに動いてますね。羽の痛みなどもありません。ピントリングのヘリコイドもスムーズに動いてますね。グリス切れのスカスカ感、固着もなく、無限ロックもきっちりと効いております。はい。ということで、外観はややこう、使用感見られるものの、光学、素材の状態、内部機構ともに非常に良い状態のズミクロン 35mm8 枚玉の初期型です。はい。付属品がですね、こちらのリアキャップと、ライカ純正のスカイライトフィルターですね。はい。UV フィルターとはちょっと違ってですね、若干色がついてますね。カラーフィルムをカラーフィルムか、カラーで、デジカメなどでお使いいただく場合はですね、若干このマゼンタっぽい色がつくので注意していただければです。はい。まあ、モノクロ撮影でしたら問題なく、つけっぱなしで UV と同じようにお使いいただけますね。はい。で、フロントキャップですね。はい。で、こちらの個体ですけれども、熊本の中村工学様にて、整備調整を施していただいております。
はい、レンズの分解清楚を絞り、ヘリコイドの調整、ピント点検と、一通り整備、調整を残していただいております。はい、ということで、専門業者にて整備調整済みの、ライカの、伝説的なレンズですね。はい、ズミクロン 35mm 8枚玉の初期型 LM 両用タイプになります。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。